こんにちは。こんにちは。サポート行政書士法人です。本日は、名古屋オフィスの王さんに永住ビザということについて、永住ビザについて、聞いてみたいと思います。永住ビザを申請するための条件っていうのはどのようなものなんでしょうか。原則的には条件は4つがあります。1つは、日本で10年以上居住していることです。そして、現在の在留資格は、最長のものであることです。そして、すぐ、つまり前の、日本の在留する時の何か、問題がないことです。そして、申請者、また、自身またはその配偶者とか、その他の親族の自然によって、生計を営むことができることです。なるほど、4つのポイントがあるんですね。はい、その中で一番重要なポイントっていうのはどこでしょうか。そうですね、一番重要なのはやっぱり生計のことですね。自分の収入とか、配偶者の収入が、これから自らの日本の生活が、ちゃんと維持できるかどうかについて、とても重要ですね。そして前は、税金をちゃんと支払いましたか、そういうことも、重要です、ね。大なるほど、はい、そして、祖母も、今重要なものですね。例えば、昔の犯罪歴があれば、それは確かにその申請は難しくなるかもしれません。外国籍の方を迎えるには、いろんな審査が厳しいですね。日本に移住したい方は、ぜひご相談ください。はい。